皆さんこんにちは、キスケです。本日は新しく追加されたさあ来いよ神様というフラグメントを Z プラスまで、強化してきたので、早速ねとあるキャラクターにつけて戦っていこうかなと思うんですけど、もちろんスロット3は打撃攻撃力と、ちょっとスロット1はねくっそ妥協したんやけどまあ計算したら Z プラスになるということで、まあこれでいこうということで、大事なのはやっぱりスロット3ですよね。まあ射撃か打撃かマックス 35% 選べるんやけど、今回は打撃攻撃力ということでつけていくのはこいつ、ベジットブルーにつけていこうと思います。で、今の環境合体戦士パーティーでウルトラゴジータじゃなくてベジットブルーを使うメリットってまあないよね。正直ないんやけど、やっぱりこいつにしかない持ち味っていうのがあって、皆さんご存知の通り、打撃圧をドローすると、これか、はい、やっぱりこのコンボ力、これがまあウルトラゴジータにはちょっとないということで、この強みをさらに打撃攻撃力 35% というぶっ壊れフラグメントをつけて強化していこうという形になります。で、他のフラグメントはこれ、はい、合体戦士1人につき打撃攻撃力 4.45 アップということで、これもつけてるんで相当火力は見込めると思います。ということで早速、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました、合体戦士パーティーですね。対戦やっていきましょう。合体戦士パーティーに極ベジを採用してる形ですか。なるほど、俺のベジットソードベジット入ってるなこれでベジット入ってなかったら笑っとったけど、まあ、ちゃんと入ってますね。使わんとおい、なんだそれ、フュージョン、これ何回見てもいいですからね。さあ対戦お願いします。今回は俺じゃないんやけど、お、なるほど、そういう系、なるほど、入らない何がそういう系なんだと言いたくなりますよね、正直。いや、ちょっと特殊アーツ難儀やな俺、ラッキー出てこないよね。はい、コンボつなげよう。特殊アーツの嵐や。まあベジットブルーで特殊アーツ打ってもね、相手のバフ消しできるんで、まあまあまあ悪くはないかなっていう感じはするんですが、ちょっと残しとくか。ラグクねラグクね、オタク、地下鉄勢かな。ん、はい、福祉カバチェン向こう、これがね、うまいんですわ。いやー、強い。強い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 。強っ。これがおめえあれよ。覚醒フラグメントつけた、ベジットブルーのパワーだ。はい。ワンコンオッツ。危な。そういう系ね。そういう系ですね。オッケーオッケー。ごめん、ミスった。ああ。はい、ナイス。いやーちょっと楽いな、まあいっか、勝ってる時はいいわ別に、嫌やけどね正直。さあこれが2周年で追加されたベジットブルーの究極アーツのパワー、強っ、マジ強いんやけど、なんじゃこいつ、やば、マジかよ、あーマジか、回避しないのか。序盤前ダッシュして回避入れて、多分そこにアーツ合わせようっていうタイプだとは思ったんやけど、突っ込んで必殺アーツやったね。まあこれはさすがにゴジータ4に変えて積もう。 OK、 あざした。さあマッチングしました、スーパーサイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。お願いします、よろしく。
まあ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 、いやーこれ打撃カバチェンちょっとめんどくさいな。ベジットブルー使いたいもんな。ただまあ特殊カバチェン向こうがゴジータ4とやべえな。おい最近の PVP 治安悪くねえか、マジで射撃はまあないやろお前。すんごいんだからマジで。はい、特殊カバチェン向こうを突っ込んで、治安が悪すぎる。はい、特殊カバチェン向こうを、いいね。いやこれスーパーバーダックに火力注げんのすげえありがたいよ。スーパーバーダックが、あっ、あっ、あっ、やばすぎえ。はい、うん、あーうまい。やばすぎだろ。いやでもこれ普通に死ぬぞ、大丈夫か。間に合うね、よかった。はい、ドン、無理か。はい、サンキュー。出てこない、あんま出てこないね。まあまあそれはありがたいけど、不意に打撃キャンセルされるとちょっとびっくりしちゃうな。でもこれ2回も見せつけられてるからさ。正直怖いよ、正直。3発目はどうなんだっていう。3発目は打撃キャンセルするんじゃないかっていう。完全に相手の呪術にはまってんだよな。びっくりマーク。あ、これ間に合わないんで、結局で、はい、落とせ。無理かな。あーつーえ。ライジングはまあいいや。これね、交代禁止やから、うん、まあ、射撃発消費。いや、打撃でもよかったのかな。まあ、その辺はちょっとわかんないですね。まあ、これ、踏ん張り向こうはついてないんで、全然大丈夫だと思います。で、自ら救急カーツを捨てたんで、さらに大丈夫だと思います。交代禁止強いなぁ。まあまあまあ。まあ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 。いいんじゃないですか、はい、バニシングがないと勘違いしたんでしょう。硬えな。硬いな。まあゴジータ4が丸々残ってるんで、まあ、全然大丈夫だとは思うんですが、フリ属性向こうも消えたんでね。これでしっかりダメージ与えておこう。てい。いや、強っ。強くね。通常で押さえといて。怖いな、マジで。おお。ああ、怖え。怖いよ。怖い。暴走機関車は、俺は止められないよ。なんか、デュエルマスターズであったよな。なんか、闇属性のさ、場に出ると手札2枚吐きみたいな機関車なかったっけ。汽車男やったっけ。なんかあんな感じやな。OK。 お、そこは慎重なんや。怖い、マジで怖い、この人やべえ。超怖え。うん、これはもうこっち落として、相手マリシングないんでメインで見てって感じかな。多分相手もメインで見てくる。打ってくんじゃない、やっぱり。やっぱりやっぱり、まあ、これはもう多分救急カーズで沈むでしょう。はい、あばよ、元気でな。怖え、汽車男。後で調べとこう。汽車男だったっけな。はい、散々友達をせてくれやがって。大変ありがとうございました。なかなか楽しめたぜ。さあマッチングしました。紫染め、紫、青紫染めですね。はい、やっていきましょう。お願いします。あれはね、防寒着悟空にしてるね。今の PVP 防寒着悟空連れていくと、なんだ、ポイントプラス 30% でもらえるんで、まあ、理にかなってるよね。
でこいつドラゴンボール2個破棄2個ゲット持ってるんで、ちょっと気ぃつけないといけんよな。あーごめんミスター、ラッキー。あーそのままか、キャラチェンするかなと思った。キャラチェン回避読みの待機だったんですが、残念ながらプータローでしたね。はいナイス、おいしいよ。どうしようか、はい、こんだけ特殊アーツあるからまあまあまあ打ち込んどくか。でスーパーウーブね、特殊アーツ使った後にあれがあるんですよね、ヨダメアップ。はいアザス、残念だったね。いやうまい、はい、コンボ外れとったわこれ死ぬんじゃね、死にそう。指一本で十分だぜ。はい肘打ち、肘打ちクソ痛そうやわ。前は折れるやろこれ。はいさよなら、強い。こんにちはありがたいですね。まあこれはドラゴンボールパクられちゃうんで、打てるだけ打ってライジングかな。体力3000万、1100100万300万。え落ちひんのこれ、硬くねちょっと思ってるより硬かったな。無理なの、無理や、硬っ。カチカチやんけおめえ、そりゃおめえ。カイジロナイス、あー下手すぎ。よくないな、全然よくない、何もよくない。まあある程度受けて、いやーよくない、射撃ありがたし、慎重に行こう。ちょ極ベジ怖いんでねやっぱり。あミスったごめん、はい、あます、込み毒やんな、もうこのアーマー。タイミング遅れたけど、正直やりたいことはできひんかったけど、これどうよ、無理か。はい硬いな、硬いな、とにかくすげえ硬い。カチコチやんけ、死ぬ、まずい、まずいです。入る、ありがた、これはラッキーやな。ただこれ落ちない、硬い。防寒着買った、この紫染め、なんでこんな硬い、超硬いやん。はいあざす、いやー気力ねえよこれは。入るアーマーキャンセルしすぎて普通に入ってるわ。おっしゃーギリギリやな。あざした。はい皆さんお疲れ様でした。本日はベジットブルーにぶっ壊れの打撃攻撃 35% アップフラグメントつけて戦ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。十分戦えるね。うん、まあ交代禁止必殺とかはあんまり刺さってなかったかなっていう感じはするんやけど、やっぱり今回のまあメインとなるのは打撃アーツなんで、まあ、結構打撃アーツで殴れて軽く取れたのは良かったのかなって個人的には思います。良ければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、良ければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。